世界ランクトップ20や2019年の今大会から先週までのツアー優勝者など69人限定出場の今大会渋野ひな子22は2バーディー4ボギー1ダブルボギーの4オーバーブービーの66位体と大きく出遅れた開幕前の渋野日向子は この大会は予選落ちがない。初日からスタートダッシュしたいと語っていたが、改造中のスイングから放たれる、T ショットはあちこちにばらけ。アイアンがもうグリーンに乗らない。バーディーが欲しい8番パー5では、グリーン奥からの4、内目がピモ6メートルオーバー。1番叩いてはいけないところ、渋野ひな子で痛いダブルボギーとなった。 この日はほとんど風がなく上位陣はバーディを量産。8アンダーで首位に立った僕ひとしひ32イコール韓国とは、いきなり12打差となった。今の自分にできることは精一杯なのかな。明日は一つでもまくれるように。その中でも自分のやりたいことを最後までやり通せるように頑張りたい。 渋野日向子初日から攻めのゴルフをするつもりが、ボールをコントロールできずスコアを崩したわけだが、今の渋野日向子にとって予選カットがないことはデメリットにもなる。4日間通算なら、あるツアー関係者が言う。どんな選手もスコアを大きく崩すことはある。予選落ちすれば、気持ちをリセットし、 次の試合に臨めるが、予選カットがなければ不調のまま4日間プレーすることになる。悪いスコアは積み重なり、通算で2桁オーバーということもある。トップ選手にとってそれは屈辱であり、ショックは大きいシンガポールはコロナ対策が厳しく、今回はトレーナーやコーチ、 家族などの選手関係者でも入国できない。選手の身内はキャディーだけ。しかも、連日ホテルに缶詰状態。気持ちの切り替えが難しい。来週のホンダルプがタイランドも出場者が限られ予選カットがない。部の日向こは二日目に盛り返さないと。アジアシリーズに大会は、 戦を強いられそうだ速報、渋野日向子は巻き返しなるか。スタートホールは、ボギー米国女子ツアーの HSBC 女子世界選手権2日目。日本勢から出場の渋野日向子と、畑岡奈社が共にラウンドを開始。渋野日向子は、出だしの10番をボギーとした。渋野日向子は、 初日よりバーディー4ボギー1ダブルボギーの76都市。4オーバーと大きく出遅れた。前半はショットが散ったが、後半は持ち直したショットと、裏腹にパッドが決まらず苦戦。二日目の巻き返しに期待がかかる。畑岡那社も初日は連続ダブルボギーを叩くなど、調子が出ずに2オーバー発進。 二日目はすでに出だしで、バーディを奪って、プレーに入っている。ゴルフイコール HSBC 女子世界選手権。渋野ひな子は66位スタートベイ女子ゴルフの HSBC 女子世界選手権は29日。シンガポールの先頭サジー C、パー72で、第1ラウンドを行い。渋野ひな子は2バーディー。4ボギー。 1>, 1ダブルボギーの4オーバー。76の66位、タイで初日を終えた。畑岡那社は,は3バーディー。1ボギー。2ダブルボギーの2オーバーで55位タイ。僕ひとしひが8バーディー。ノーボギーの安定したゴルフで単独トップに立ち。1打差の2位には、パクヒオン。 三打差の三位イには、キム・ヒョウジュがつけるなど、韓国勢が上位に名を連ねている。次のオーディオビデオでお会いしましょう。曜日から三日間の日程で、開催される、KKT ハイバンテリン・レディス・オープンが、チャリティーオークションを開催することを発表した。二年前には、渋野日向子が、 史上二人目の大カムバック再開から予選突破でこの笑顔このチャリティは同大会が新型コロナウイルスの影響で無観客となったことから観戦を楽しみにしていたファンに向けて行うもの本大会特別協賛の講話と契約を結ぶ有村地警や渋野日向子熊本県出身の上田桃子や流立子大里桃子らに加えて 今年五千二勝の小祝桜や稲見もね、原里花。ここ綾香が参加予定となっている。このチャリティの売り上げは、平成二十八年熊本地震。令和二年熊本県南豪雨の復興支援として、熊本県に寄付される。なお、渋野日向子は、海外転戦中のため同大会には出場しない。畑岡奈社10位。 渋野ひな子18位と共にランクダウン隊のメジャー女王が133位に女子世界ランキング5日付の女子世界ランキングが発表された。日本勢トップは畑岡奈社で変わらず、先週の海外メジャー ANA インスピレーションは67位タイに終わり、2ランクダウンの10位となったが、日本の東京五輪最有力候補の位置は守った。 同大会で予選落ちを喫した渋野ひな子は15位から18位に順位を落としたがこちらも五輪圏内の日本勢2番手に変わりはない3番手には25位のここアヤカが続いている以下34位に6ランクダウンにした鈴木愛がつける先週の国内女子ヤマハレディース・桂木野で今季3勝目を挙げた稲見萌寧は 55位から46位に順位を上げ、トップ50に名を連ねた。この後は60位の小岩井桜、73位の上田、桃子、85位の西村優奈という並びになっている。1位は、コジニオン。2位はインビーパーク。3位は、キムセヨンと、韓国勢のトップ3など、上位陣に、大きな変動は、なし。4位は、 メリー・コルダ。5位に、ダニエル・カン、ともに、米国が続く。ANA を制し、別は初優勝、メジャー大会で遂げたパティ、タバタ抜きと、タイは103位から13位と、90ランクアップの大ジャンプに成功した。次のオーディオビデオでお会いしましょう。